暮らしとコーヒーの動画。モードの切り替えは横のボタンを押して行います。3回押すとオートモード、エスプレッソモード。はい、これで一周しました。音声は先ほどのボタンを2、3、4、5秒押せば消すことができます。また同じボタンを2、3、4、5、これで音を復活させることもできます。では抽出をしていきましょう。まず電源を入れて豆を測っていきます。今回は 20g 測った豆を中細引きに引いていきます。はい、20g 引き終わりました。引き目はこんな感じ。抽出をしていきましょう。まずオートモードに切り替えます。オートモードですね。で、もう一度ボタンを押すとカウントダウンが始まります。まず真ん中から小さく一周で大きく一周で 30g。 このまま30秒間ブラシを行っていきます。はい、30秒が来たので真ん中1点に第2投目を入れていきます。で、同じく30注ぐので60ミリまで。はい、で、ドームが沈んできたらまた30ミリを入れていきます。この時注ぐ速さを見たい場合は上のボタンをクリックすると、先ほどまで時間だったところが流量に変わっています。注ぐ速さに応じて流量のメーターが変わっていきます。これぐらいの注ぐ速度だと 2.56 といった感じですね。で、もう一度下のボタンを押してあげると時間の表示に戻すことができます。抽出中はボタンの切り替えで何度も時間と流量を見ることができます。オートハスで330まで注いで、に切り替えます。で、サーバーのメモリで300ミリが来たら完成です。はい、2分55秒で300ミリを抽出することができました。抽出終了後は電源ボタンを押すことでまたゼロに戻してやることもできますし、こちらのボタンの長押しで電源を切ることができます。入れるときはまたこちらの長押し、もしくは主電源ですね。こちらでオンオフもできます。以上、タイムモアブラックミラーナノの使い方の動画でした。